五反田義春は日本のゲームクリエイター。株式会社トライエース代表取締役社長。高校生の頃から日本テレネットに所属しゲームの開発に関わる。スーパーファミコン版費用伝開発の際にメインプログラムを担当したことから頭角を表すようになるが、同スタッフの新作であるスーパーファミコン版テールファンタジア開発の際に元受けのラムコと衝突。 のりもとまき、初しはこうやらと共に独立し、トライエースを設立することになる。トライエースでは、取締役システム開発部長として、同社の開発部門を統括、現在は、浅沼上より、社長職を引き継ぎ、全面的に同社の活動を指揮している。ストレートという名で、音楽活動も行っていたことがあり、スターオーシャンのオラクルルームでも、ストレートと名乗っている。 トライエース作品で音楽を担当している桜庭光との交流も深い。またトライエースの作品によく出演している声優の当地、広木の大ファンと自負している。近年ゲームデベロッパーズコンファレンスなどのゲーム開発者を中心とした会議で 3D グラフィックス関連の技術を積極的に発表している。ありがとうございます。